ンポン。そんな、クールクール。できました。マトモフィールド展開装置。この装置の展開領域にいる人はとてもまともになるアイテムです。あ、手が滑って作動させちゃった。ほんと展開クソ。おう、範囲はこの部屋の中までか。ということは部屋の中におればまともになるってことやろか。でもうちはあんまり影響感じんけどな。ほんと効果あるんかこれ。あら、あかりさんごきげんよう。それ効果あるっぽい。うっ、お姉様、今日もお元気そうで何よりでございます。あ、葵ちゃんまで。あらあら、お二人とも。ご機嫌売りは集合。あ、あかり先輩の体か。先生たちもまともなやりとりで拒否反応を示してる。あら先生、本日もお綺麗でいらっしゃいますね。おパンツ見せてもらってもよろしいですか。ちょっと安心したような表情。先輩しっかりして。おお、あかん。意識が朦朧としても歌。なんやっけ。おパンツにご機嫌よう。あかり先輩。よし、待っててください。これからまともフィールド無効化装置作ってくるので、それまで捉えてくださーい。了解や。クソ。まさかこんな副作用があるなんて予想外や。あら、あかりさん、顔色が。お加減優れませんでしょうか。うっ、主にあなたのおかげでね。お加減だけに。やかましいわ。体調が優れない時は、こちらのお薬。いかがでしょう。そのドクロは何。ちょっと劇薬なんです。じゃあ差し支えなければ口開けてください。差し支えしかねえんだよ、やめろ。え、あ、失礼いたしました。水がないですね。すみません。熱っ熱っ。すみません、お湯しかなくて。ちょっと気合い入れてください。やめろやめろやめろ。え、じゃねえんだよ、冷やしてこい。おほほほ、まあ愉快ですこと。愉快なのはお前の頭だよ。あらやだ、もうこんなお時間。ちょっと私、バラの木を伐採しに行ってまいりますね。はい。バラの木を伐採してくるとは、お嬢様言葉で代弁押してくるという意味である。では私は生地打ちに行ってまいります。はい。生地打ちに行ってくるとは、男性が代弁押してくるという意味である。そんな、クールクール。できました。マトモフィールド展開無効化装置。そんな、いけそんな苦しむやつ。おいおい、大丈夫か。うん、なんか超絶お嬢様美少女になる夢を見てたみたいや。ポジティブがすぎる。うん、あれ、おパンツは。第一声がそれでええんか。女の子として。うん、なんかまん丸プクプクした物体が目の前に。なんだ、あかりちゃんか。いや、やっと調子出てきたわ。ありがとう先生。どういたしまして。わあ、皆さん戻ってよかったです。まさかあんな副作用があるなんてな。次はまともになる装置じゃなくて、異常になる装置作りますね。それだけはほんとやめてね。ね。